アドルフ・エドワード・ボリーはアメリカ合衆国の政治家。1869年にユリシーズ・グラント大統領の下で第25代海軍長官を務めた。1825年、ボリーはペンシルベニア州フィラデルフィアで生まれた。ボリーはペンシルベニア大学を1825年に卒業し、その後フランスのパリへ留学した。数年後、合衆国へ帰国したボリーは、 実業家として成功を収め、東インド諸島との交易で大きな財を築いた。1843年にベルギー駐在の合衆国領事となった。ボリーは共和党の党員として南北戦争で北軍を支持した。1868年、大統領に選出されたユリシーズ・グラントは海軍長官に友人でもあったボリーを指名した。 だが、ボリーは着任後数ヶ月で辞任した。ボリーは事業を再開するために公職を退いたが、グラントとは親しい関係を維持した。ボリーは多くの海軍の艦船にアメリカ先住民族の名前が付けられていることを嫌をしていた。ボリーはわずかな期間しか海軍長官を務めていなかったが、ギリシア神話やローマ神話、聖書などに登場する言葉をもとに、 多くの感染の名前を改めた。だが解明された感染のほぼ全てが、ボリーの公認の海軍長官、ジョージ・ロブソンにより直ちに元の名前に戻された。唯一、モニター艦、エイジャックスのみが解明後の名前で存続した。1880年、ボリーはペンシルベニア州フィラデルフィアで死去した。合衆国海軍では、ボリーの功績を称えて、以下の感染に、 ボリーの名が付けられた。ありがとうございます。